しい機材をゲットしたのだ。これで私の最強伝説の野望に一歩近づいたのだ。ってなわけでポチッとな。おおやはり最新機種は質感からして違いますな。今回のためにハルキに無理言ってスタジオも借りたのだ。最高の音質と機材、これで私の勝利は約束されたもの。よし、今日はこれを使って次のライブでかける予定のリミックスを完成させるのだ。あれ、みちる様、今日からみちる様の軍門に下ります。いやはや、今聞き直しても初めて作ったしのぶボイスは棒読みすぎですな。しかし、これも今ではポチッとな。あたしと一緒に DJ ユニットを組む？は、最高じゃん。だからみちる、妖馬学園の後頭部で待ってるぜ。最強の DJ ユニットを組んで世界を取ってやろうぜ。ふんふんふん、我ながら何度聞いても最高の出来なのだ。まあ、これを作るだけで3日くらいかかったし、所詮はただの遊びですからな。こんなことをしても曲作りやアレンジには関係ない。くわ、使い道のないセリフだけど何度聞いても素晴らしいのだ。当然本物はこんなこと言わないと思うわ。でもいつかいつか言わせてやるのだ。そういえば新しい機材だとどれくらいで作れるのですかな。よし、試しに作ってみるのだ。あたしと一緒に DJ ユニットを組む？は、最高じゃん。だからみちる、妖馬学園の後頭部で待ってるぜ。最強の DJ ユニットを組んで世界を取ってやろうぜ。うわー、本物みたいなのだ。さすが最新、まるで目の前で喋ってるみたいですぞ。前は3日かかったのが2時間もかからずにできるとは、素晴らしいのだ。よし、ついでに他のセリフもつけて。もうこんな時間、つい遊びすぎてしまったのだ。いい加
け、真面目に作らないと間に合わないのだ。なんとかできたのだ。完璧にしてサイ&キョウな一曲ができたのだ。おお、保存もサクサクですな。前の機材の時は曲が完成したと思ったらフリーズしたりと、最後まで油断ならなかったですからな。うんうん、さあ皆の者、聞くのだ。これが、これこそが貝原みちるの実力なのだ。さてと、新しい機材で曲が作れることも分かったし、これで安心してこやつともお別れなのだ。こやつとは今までたくさんの曲も思い出も作ってきた。間違いなくこいつは私の相棒。私がサイ&キョウなら、こいつはサイ&キョウの相棒なのだ。だけど、それでも、これはさらなる高み、サイ&キョウのサイ&キョウへと進むためには必要な別れなのだ。だから、さらばだ相棒。私はさらなる高みを目指して、この新しい相棒と旅立つのだ。決まったのだ。あとはただクールに立ち去っていくだけなのだ。できない、やっぱりできないのだ。ジンを出しただと分かっていても、私はお前